こんにちは、フェルナンドこと拓也です。ラ・リネアを出発してロンダに向かいます。通り過ぎる街すべてが白い村です。ロンダはそんな街の中心です。ロンダではマラソン大会が開催されていて、宿が超高い。おまけに宿の場所がわからない。それではどうぞ。ラ・リネアを出てロンダに向かいます。途中の町のヒメナ・デラ・フロンテラです。駐車場を確保します。町までちょっと遠かったかな。白い家々が山頂付近まであります。山頂には城跡があって、この辺りは同じようなパターンの町が多いです。この町でも露店が大繁盛です。靴屋さんは車に各種サイズを取り揃えているのだろうか。ちょっと上まで登ってきました。町の広場です。先があるのでこのくらいにして戻ります。山道を次の町へと向かいます。先ほどの町、ヒメナ・デラ・フロンテラです。展望台に寄ってみます。その先に見える白いものは別の町です。ジブラルタルまで見えるという、その方角です。ズームにします。かすかにジブラルタルとアフリカが見えます。山の形に特徴があります。もうどこかは分かりません。ベナダリッドの町です。まっすぐだとロンダですが、左に寄り道をします。その分かれ道にあるアタハテの町です。ヒメラデ・リバルの町です。町の名と一緒に撮れると嬉しい。道に迷っています。ピレタ洞窟への入り口です。洞窟内は撮影禁止です。この看板の絵で我慢してもらうしかありません。石灰岩で成り立っている地域のようです。洞窟の入り口にはこの山道を登ります。入り口にある小屋です。洞窟です。旧石器時代のものらしい。アルタミラの洞窟が現在閉鎖されているので、アルタミラと同じような雰囲気を味わえます。いわゆる鍾乳洞です。特に大きな魚の壁画が有名です。約1時間かけて洞窟の中を見てきました。半袖では夏でも寒い。中の写真は禁止なので絵はがきを見てもらうしかありません。次に訪れたのがグラサレマです。山の中腹に立つ町です。まだ観光地化されていない静かな町です。逆サイドから撮りました。サーラに向かいます。すごい山道です。展望台があります。北方角です。これから行く道です。湖、そしてサーラの町が見えてきました。サーラには古城があります。偶然にも上の方にまで車で来れました。サーラ、正式にはサーラ・デラ・シエラと言います。せっかくなので城跡に行ってみます。城跡と白い村です。結構高いところに来ています。湖が綺麗です。扉は開いていますが中は閉鎖されています。
下に数台車が見えますが、そこに止めました。どうもホテルの駐車場のようです。ここのホテルにすればよかったかな。町の全景です。この先に行けるといい写真が撮れそうなのですが、行けないようです。今までの涼しさが嘘のような30度です。宿はカントリーサイドにあると聞いていたので、この辺りかな。タブレットのマップに表示が出ないのでさっぱりわかりません。宿はインフォメーションで聞けばいいかと、とりあえずロンドンの街を散策します。ロンドンは何といってもこのヌエボ橋です。そしてこの絶壁、サンタ・マリア・ラマヨール教会です。その前の広場です。メルセド教会です。教会前の通りの眺めです。インフォメーションで宿の情報を聞くと、だいたいこの辺とだけ看板があるからすぐわかるという返事でした。ホテルの入り口です。やっと着きました。同じところを行ったり来たり何人かに聞いて着きました。こんな田舎にあるんです。四つ星ホテルなので、どーんとした建物を想像していたので、これでは見つからないです。昔の農家を改装したようなイメージです。一人での利用なので問題ありません。庭も広々としています。あの丘の向こうがロンダです。5月12日宿の裏山方面はブドウ畑です。宿の全景ですが微妙に撮りづらい。昨日この道を通ってきたんですが、未舗装の上に紐らしきものが貼られていて、本当にここという状態でした。右から来たのですが、左に行ってみます。川があります。四駆の車だったら躊躇せずに行ったんですが、ここは引き返します。ロンダのこの道を抜けてトレモリーノスに向かうんですが、通行止めです。パーキングに止めます。軍隊までが出動しています。何この人だかり。マラソンなのかウォーキングなのか。ヌエポ橋を渡る選手たちです。軍隊の車が最後でパレードが終了です。ついでなのでもう少し街歩きをします。フェリペ五世門です。ビエホ橋です。パラドールの横の道を歩いていくと展望台が見えます。ここがその展望台です。絶景が広がります。崩れないんですよね。闘牛場で優勝あるところらしい。新市街に戻ります。兵隊さんも記念撮影です。コスタ・デル・ソルの PR をしているようです。峠を越えてトレモリーノスに向かいます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。